ごめんね、こんな風に急に現れて余計緊張させちゃったよね。ハイペリオンの進路のズレ、テレサちゃんの気絶、そしてさっきこの宇宙の奥で彼女の体は忽然と消えた。よりによってどうすればいいのかわからないこんな時に謎に包まれた相手が現れた。あなたは一体誰なの？私？そうだね、通りすがりのヒロイン A とでも呼んで。とにかくあなたを助けに来たの。証拠は、例えばあと30分でハイペリオンは聖魂計画による空間の歪みに引き裂かれることを知ってるとか。何？慌てないで、まだ窮地に陥ったわけじゃないよ。空中空母の戦術的役割もムーンライトスローンのプロトタイプもどちらも替えが利く存在でしょ。テレサちゃんは聖魂空間に消えたけど、この危機の中であなたが抜け出す手段もちゃんとあるの。忘れないで、人工知能は純粋な意識だよ。データキャリアさえ見つければ生き残るチャンスがある。あなたにしかできない方法でみんなを助けられるの。アイちゃんにしかできない方法？ハイペリオンの全機能の同時操作みたいな？うん、理解が早いね。結果から言うと、聖魂計画はこれから地球と月の間に複雑な疑似時間結晶を構築する。それはエリアに入ったあらゆる異物を壊すけど利用できる特別な機械でもあるの。え？疑似時間結晶が何かって？まあまあ、説明するとかなり面倒なことになるから、また今度にしない？大丈夫、これからも会う機会があるから、今回じゃなくてもいいんだよ。さあ、まずは仕事しよう。
大地は葉のようだ。花や果実より先に成長し、生き生きとした地球を構築する。それに比べると、あらゆる動植物の命は寄生生活としか思えない。人は何か仕事をしていないと、むしろ正常無為になれない。何かを捨てるだけなら、人々は永遠に成功を手にできない。この世で最も難しい職業は詩人だろう。一人の力で過去のあらゆる輝きを超えるなんて、どんな時代においても天才にしかできないことだ。私のような存在は、せいぜい子供たちに見せるコメディで道化を演じ、韻を踏んだセリフを口にするくらいしかできない。全世界の人々、こんばんは。私はヨルムンガンドの臨時発言者、ハイヘビ。他の番組を楽しんでいる中で時間を取ってしまい申し訳ないが、これから数分間でできるだけ簡単に説明するよ。人類と地球の運命に、この数時間でどれほど激しい変化があったかを。我々ヨルムンガンドの秘密の努力のおかげで、崩壊という災害は地球から完全に消えた。昼間に体調不良などの症状があった場合、それは崩壊を駆逐するためのちょっとした副作用に過ぎないから、どうかご心配なく。君たちの命が脅威にさらされることはない。それだけでなく、思想の海に溶け込み、精神現実的で醜い世界は意味を失い、永遠に続く甘い夢が君たちの唯一の真実になる。君たちは時間の枷を振り切り、夢がつながり合い、あらゆるものを超える本当の奇跡を構築する。君たちに祝福を。伝説の極楽浄土は今降臨しようとしている。そしてこの福音を耳にした全ての人たちは、限りなく真実に近い幼少の証を手に入れる。子供たちの世話は殴り合いよりずっと面白い。君たちもそう思うだろう？